よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり例えば成金ミュージックテートで宮地松之丞がドーッと受けてるアタントに出た時にどうやればいいかっていうのを体で多分覚えていったんだと思うんですよ。この今まで小丸も音助もカメラ入ってないでしょ、取材。あの僕の時入ってるんですよ、これ。どんだけ僕が持ってるかっていうのは分かりませんよ。あのさっきやった阿弥陀行きやったら最初に新聞読んでるネタ聞きたいか、イエーイ新聞やぞイエーイ新聞読んでほんで天寺入るネタ聞きたいかイエーイそのネタと言ったらこれ阿弥陀行きってウェーってなるような時代が来ることを望んで私小説落語青春編パート2という下ネタ童貞 の下ネタの話っていうのが一応自分的にまああこれだって思える新作と出会えたっていう。それは渋谷落語で。そうですね、ネタ卸しをして、うんはい、いやそれはそけあの、まあ、内容はあの僕父親が英語教師で、はい常に英語の発音を注意されてたんですけどでいっぺん親父にオナニーを見つかったんですよ。で、あのお前さっき何してたんだ。いやしてへん、何もしてへんって。お前さっきマスターベーションしてたよって言われて、いやマスターベーションなんてしてへんよ。違う、マスターベーションマスターっていうのを家族の前で食事中にいやーでやられるっていう話なんですよ。それは本当なんですか。いやそれ本当なんですこれだ、体だ、これやるために今までやってきたやねん。はよ言え、はよ言わんかいな。誰にもの抜かしとん誰にもの抜かしとん。あんたらそこ涼しいか知らんけどな、おしれなんかあるねんで。新鮮言うたるさか、よう聞いとき。たけやん、あんたもよう聞いときや。ええか、フラマから牛若丸が入れまして、なも